本日は2021年4月の7日です。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり、術学です。新型コロナウイルスのその変異株っていうのが今ね、ちょっと言われてます。ちょっと変異株の方の私が調べた現状をアウトプットします。で、今、この厚労省のページ見てるんですけども、ここではね、変異株、この N501Y と E484K って変異が重要になってくると、スパイクタンパクのですね、このスパイクタンパクの変異っていうのは何かっていうと、この RNA ウイルス、このコロナのウイルスっていうのは、これインフルエンザと同じような RNA ウイルスで、1本しかね、遺伝子がないんで、それが細胞の中で増殖する過程で少しコピーミスを起こすと。ね、作られるタンパクのね、外のタンパク、イボイボタンパクが違ってくると。で、違ってきた場合に、ここ、ね、S 状態ってところに結合するんですけど、ここが、ひっつきやすさになって感染力もアップするよと。ね、あるいは感染力がアップしない場合もあるけど、そういう変異が起こると。で、このウイルスの変異っていうのは、普通の DNA じゃなし、RNA ウイルスっていうのは、こう1回の転写ですぐタンパク質を作る。誰もね、その転写をチェックしないんでね、結構変異が起こりやすいと言われてます。だから、今までもね、こんだけたくさんの変異があって、で、変異の中でそういう感染性が高いとか、あるいは重症化しやすいとか、ワクチンに効かないっていうのが問題になってくるんであって、インフルエンザもいろんなね、株がありますよね。だから、新型インフルエンザが流行るとね、だからワクチンを作らなあかんということになって、過去10年ぐらい前に。このウイルスもこの変異でいろんな状況が分かってきたんやけども、ね、今までのちょっと基礎知識を入れていただいて、そういうウイルスコロナウイルスは変異しやすいやと。で、変異した中でも特異的に、感染しやすい変異があったり、重症化しやすい変異が起こってくるということもありますと。で、この N501Y の変異っていうのは、これは、ここですね、N501Y のミューテーションっていうのは、インクリーズバイバイトランスミッションですから、少し感染化しやすいということ。これは後また、貼っときますんで読んでください。で、それは英国株にも含まれてるし、南アフリカの変異株にも、ブラジルの変異株、で、フィリピンの変異株も、ここの感染しやすい変異株、変異のタンパク変異が、遺伝子変異が起こってるのは感染しやすいんじゃないかと。ね、で、重症化しやすい可能性もある。言われてます。で、今度のね、他のタンパクの遺伝子処方で E484K っていうのは、これ、ワクチンの効果を減弱させる。ね、こっちですね、E484K は、Reduce Interaction with Neutralization Antibody and Nanobody。だから、抗体、中和抗体をリデュースさせると、インタラクションをリデュースさせるということなんで、低下させる可能性があると。ということなんですよね。だから、インフルエンザがいろんな形で毎年打たないといけないような形、効かない、ワクチンが、前のワクチンが効かないということになってますよね。で、これですけどね、ファイザーのワクチンは、このアフリカ型には90%効くというような報告もありますんで、どのワクチンが効かないかっていうのはわからない。いいんですけど、ファイザーのワクチンは効くという形になっています。で、このね、中和抗体を減弱させるのは南アフリカ、ブラジル、英国株にはないという話なんですよね。で、そういうゲノム解析をしてみると、このね、1が英国、この青が英国、ね、2が南アフリカ。3がブラジルという形なんで、地域、関西圏は英国タイプが多い。で、中部圏っていうのは南アフリカが少しありますよ。で、関東圏っていうのはブラジルなんですよ。だから、やっぱりその地域によって分かれてますよね。だから、これがまた入り乱れちゃうと、こういう変異株がいろんなところに伝播されるというんで、人のね、動き、っていうのは、GoTo トラベルなんかは今ちょっと難しいんじゃないか。ね。やっぱりこう変異株をまず抑えて、見ていかなあかんと思いますからね。だから、変異株も少しずつ増えてる。
ね、英国株は中心だったけども、このブラジル株なんかも増えてるんで、ちょっと気をつけないとあかんよね、という話になってます。で、今どれぐらいね、変異株調べてるかと、全員が全員ね、PCR で陽性になったものを数時間で出るんやけども、全員が全員調べません、ってか調べられない、40日、ね、これ数日かかるから調べられないと、40%ぐらいは調べたいなということでね、調査が始まってるみたいですから、まあ、もうちょっとこれも出てくるとは思います、ね。そしてね、私がこういつも言うてる世界の状況を見てみるとですね、世界の状況も、このインドの状況がね、一番、確かってか面白いよってね、一時、ここでね、ブーッと上がって下がって、で、ここでご報告したときは、インドはね、集団免疫できたんちゃうかという報告をしたんですけども、じゃあ、なしにまた上がってきてますね。つまり、インドは、ね、変異株の原因で、また増えてきてるんやないかということで、ね、インドもワクチン接種進んでます、自国のワクチン接種進んでますけども、まあ、他国に送ったけど、それを抑えて自国で、ね、今、接種が進んでるというような状態です。ということはどういうことかっていうと、基本的には、集団免疫にもまだなってなかった。ね、だからやっぱり人工的に、ワクチンを打って抗体を、ね、作ったこのイスラエルっていうのは、ワクチンがまだ効いてると。だから、なかなか自然免疫の、ね、形で集団免疫作ろうかなと思うと、インドのこの感染者数でも難しかったということですね。米国もワクチン接種が進んで、ね、下がってると。英国も下がってると。やっぱりこれはワクチンによるものやと。ね、これ、人口はカナダと大体、カナ、これ、丸はね、その感染者数なんで、カナダと大体同じだけど、カナダが、大体3500万、日本の3分の1ぐらい、ね、ですよね。で、英国は3万5000ぐらいやから、日本の3倍ぐらい。ね、インドは13億ですよね。このフランス、この辺は6000万ぐらいやから。ね、だから日本の感染者って世界から見ればワンオーダー違うんですけどね、違うんやけど、やっぱり日本の中ではやっぱり大変やし、ね、そういう変異株を抑えやなあかんしということなんで、今の状況ってのは、考えられる防疫、自分でできる防疫として、手洗い、うがい、ね、でそれから、マスク、そして、漂うものに対しての防疫、3密を避けるですよね、密閉、密集、それから密接空間、特にね、声を出して、1日2日、症状発出の1日2日前から、ね、エアロゾルの中にウイルスが溜まる場合があります。ね、だから、声、大きな声を出しての話っていうのも、少しね、エアロゾルの感染源なんで、そういうのもちょっと避けて、ワクチン接種まではね、避けていただいてということになります。まあ、日本のね、この実効再生産数とか、日本の状況を見ると、今、1.25、やっぱり少しずつ増えつつあるというような状況になってますよね。東京なんかへと1.07なんで、まあ、ある程度は抑えてるんやけど、これからね、少しどうなるかわからんで、今、東京の皆さん、頑張りどころですね。大阪なんかは、今、もっと頑張ってもらうのが1.64ですからね、これやっぱ1位以下にならんと、収束という形になりませんので、ぜひね、不要不急の外出、今は避けて、じゃあ、いつまでせなあかんの？疲れてくるよね。私も疲れてきてます。ね、疲れてきてる、みんな疲れてきてるから、やっぱりコロナ、ワクチンなんですよね。で、ワクチン、こういう予約サイトができましたけども、東京のね、八王子、予約ができたけども、20分でもう予約いっぱい。まあ、今もう何も載ってません。接種会場も載ってません。まだまだ、という状況がね、八王子受付、予約受付満杯になりましたよ。4月5日の記事ですけどもね、予約は満杯で、まだまだ、やと思いますね。そして、ここね、なかなかね、もう一応入ってきてるスケジュールによると、
100万人は2回接種が終わって、あと40万人の1回接種が始まる、ね、スケジュールを、ね、高齢者はもう4月初めから、4月中ぐらい、終わりぐらいからは、潤沢に入ってくるというスケジュールがあります、ね。でもスケジュールがあるんやけども、接種実績を見るとですね、2回接種終わってるのは、まだ30万ほど、ね、ということになります。で、全体でも120万、という形になるんで、ちょっとスケジュール、供給スケジュールと接種スケジュールが、の、齟齬がね、かなり大きくなってきてるんで、やっぱり接種会場とか接種路地の問題やと思います。ね、だからね、八王子なんかでも接種が始まって、まだ始まってない1900分を取り合いって、結構大変ですから。ね、だから秋ぐらいにはね、もう希望者全員受けられるようにはなると思いますんで、まあそれまでね、なんとかね、頑張って、いただいて、このね、ワクチンというかワクチン接種まで、頑張っていただいて、なんとかですね、私たちっていうかね、防御をしていかなあかんなとは思いますね。で、最後にね、これ、ちょっと、私がね、まあ別に無宗教なんですけどね、一応ね、少し見てたら読んでたら若干心がなくなると思うのでね、ちょっとね、まあ、ちょっと見ていただきたいかなと思って全部貼っときますね。だからまあ順番は、ね、またな仕方がないし、あるものはもうあるで、受け入れて、でも自分たちができる感染、ね、対策っていうのを一生懸命、やるしかないですよね。今は皆さん疲れてくると思いますけどもね、それはね、あまり無理、ね、しすぎない、できることでいいです、してみただいて、そして日中のお散歩なんかは紫外線があったらエアロゾルっていうのも一人での散歩、ね、太陽光に当たってビタミン D を、ね、体に作って、健康な体になって、ストレスをためないような体になって、筋肉も、ね、衰えないように、日中働きたいような人では、お散歩してください、ね。まああと貼っときますから、じゃあね、あと少しというか、まあまだあるかもわかりませんけど、ワクチン接種まで、頑張っていきましょう。